アイテム番号 SCP-546JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-546JP は8メートル ×8 メートル ×6 メートルの内壁ガステンレス製の収容室に収容してください。収容室内部には金属が混入されていない120立方メートルの土砂を入れ、平らにならしてください。SCP-546JP の収容室内部は常に換気し、脱臭フィルターにかけた上で排気を行ってください。SCP-546JP には3日に1度、収容施設の食堂から出た生ゴミ家畜用飼料を金属探知機にかけ、金属が混入されていないと確認できたものを 20kg 天井から投下してください。収容室内の観察は、収容室天井のガラス窓強化アクリルと防弾ガラスの積層窓や、遠隔操作ロボットに搭載されたカメラを用いて行ってください。収容室からオブジェクトや遠隔操作ロボットを回収する場合は、8分以上の薬物消毒を行ってください。説明 SCP-546JP はアリの一種で、地中のトンネルと複数のアリ塚からなる巨大な巣を形成します。SCP-546JP と通常のアリの大きな相違点としては、3対の足の内頭部に近い位置対を手のように器用に操ることができる点が挙げられます。また、SCP-546JP のコロニーには女王は存在せず、以下の2種類の個体によってコロニーが形成されています。SCP-546JP、A 体長10ミリメートルほどの個体で、一般的な働きアリとしての役割を担っており、各個体ごとに餌の収集や巣の拡張、修繕、卵や幼虫の世話などの仕事を分担しています。ただし各個体が生殖能力を有しており、交術する SCP-546JP、B との交尾により10個程度の卵を産卵します。産み落とされた卵はおよそ2時間で孵化します。また SCP-546JP は、体節を擦り合わせる音と数種類のフェロモンを用いて他の個体と高度な意思の疎通を図っています。SCP-546JP、B 体長15、20mm ほどの個体で、兵隊アリとしての役割を担っていると考えられています。しかし、天敵の存在しない収容環境内では特に何をするわけでもなく、目についた SCP-546JP、A の個体と数分おきに交尾を行っています。コロニー内に占める割合では、SCP-546JP、A の1割程度です。なお、SCP-546JP、A と同じく音とフェロモンでもって意思の疎通を図るようですが、これまで SCP-546JP、A と対話できている様子は確認できていません。また、巣内部の SCP-546JP、A フェロモンの濃度が上昇し、コロニー全体が慢性的な餌不足状態に陥ると、交術する間引き行動が発生します。SCP-546JP の特異性は SCP-546JP、B の間引き行動時に発揮されます。SCP-546JP、B は餌不足によるコロニーの全滅を回避するため、SCP-546JP、A を間引くことで餌不足の解消を試みます。その際に SCP-546JP、B は間引きを効率的に行うため、様々なオブジェクトを作り出します。オブジェクトの多くは、SCP-546JP、A の広角を削り出した刃物といった原始的なものですが、時折原始的な構造の銃や、火炎放射器、場合によってはミサイルや核融合炉などを作成する場合があります。オブジェクトの用途は SCP-546JP、A の間引きですが、その余波により収容違反が生じたり、周囲に被害を及ぼす可能性があります。以前は SCP-546JP の作り出すオブジェクトも研究対象とされていました。しかしオブジェクト 546JP-B34 の事例を受け、収容室内を常に換気することで SCP-546JP-A フェロモン濃度を低下させ、間引き行動の発生及びオブジェクトの制作を防いでいます。SCP-546JP が作り出したオブジェクトの詳細については、オブジェクト収容目録を参照してください。ほい、オブジェクト収容目録。オブジェクト 546JP-B2。回収日時、1900年月日。概要、SCP-546JP-A の広角で構成された刃物。メモ、確かに切れ味は鋭いが、対 SCP-546JP-A 用いであって、対人用に拡張するには少々小さすぎる。そもそも分子構造再現の手間を考えると、合金を作った方が楽しそうだ。博士。
オブジェクト 546JP、B さん。回収日時、1900年、月、日。概要、SCP-546JP、A の広角で構成された穂先を持つ槍。槍の柄の部分は、SCP-546JP に給餌目的で与えた生ゴミに含まれる、チキンの骨などといった硬質素材を用いてに構成されている模様。オブジェクト 546JP、B6。回収日時、1900年、月、日。概要、SCP-546JP のフェロモン脳を用いた重火器。フェロモン脳の発光に伴うガス圧の上昇により、SCP-546JP、A の広角を用いた弾頭を射出する。中心は生ゴミに含まれていたチキンの骨をベースに、SCP-546JP、A の広角や粘土を練り合わせたもので構成されている。研磨を繰り返したためか弾道直進性が高く、SCP-546JP の体格ならば6メートルの範囲においては十分精密射撃に利用できる精度であった。メモ、単発式だったのは惜しいな。博士。オブジェクト 546JP、B9。回収日時、1900年、月、日。概要、SCP-546JP、A の体液と、餌となった生ゴミを発酵させて作った液体の混合物によるナパーム溶液。オブジェクト 546JP、B6 を改良したと思われるオブジェクトを用いて噴霧、着火することで広範囲に炎を撒き散らすことが可能。ちなみに SCP-546JP、A は摂氏50度以上の熱20秒以上さらされることで生命活動を停止するため、本オブジェクトを用いた場合オブジェクト 546JP、B2 の8倍以上の効率での間引きが可能だと考えられる。メモ、酸欠のためかコロニーが全滅しかけた。でもこの液体燃料は使えるぞ。博士。オブジェクト 546JP、B16。回収日時。1900年、月、日。概要、アリツカの一つから摂氏8度まで冷却された空気が地下の巣全体に流入した。SCP-546JP、B は、寒さにより身動きの取れなくなった SCP-546JP、A の頭部をオブジェクト 546JP、B2 で切断し、間引いていた。アリツカを回収、分解したところ、アリツカの内部にはアンモニアを冷媒とする冷却装置が構築されていた。アンモニアは餌の生ゴミを発酵して採取したものと考えられる。また、冷却装置の各種配管は、SCP-546-A の広角を体液で継ぎはぎして構築されていた。なお、コンプレッサーには簡易的な歯車が組み込まれており、複数の SCP-546-JP-B が動力源となって稼働させていたと思われる。メモ、原理的には確かに人力でも冷房は動かせるが、博士。オブジェクト 546JP、B22。回収日時、2000年、月、日。概要、アリツカの一つが発射され、通常ガラスであった監視窓を突き破って監視室に侵入した。アリツカは監視室内で破裂し、研究者及び各種施設に偽酸と複数の化学物質からなる溶剤を監視室内に噴霧した。計算によれば、発射されたアリツカは高度6メートルにおいて、8メートル ×8 メートルの領域にまんべんなく偽酸と複数化学物質からなる溶剤を十分に散布する予定だったと思われる。SCP-546JP-A への被害程度は未知。追記。本件をもって、SCP-546JP の収容規定を一部改定。監視窓は強化アクリルと防弾ガラスの積層のものとする。応募。オブジェクト 546JP、B31。回収日時、2000年、月、日。概要、地表に設置された、20cm×20cm×10cm のアリツカに偽装された核融合炉。回収の結果、該当アリツカは生ゴミに混入されていたアルミ箔と偽酸を用いて生成された水素による、天然の核融合炉となっていた。ただし、発電機構や放射線防護措置は一切されておらず、稼働開始から十数分で発生させた熱によって自壊して停止した。単純に収容室の空気を加熱して、地上や浅い地中に存在する SCP-546JP-A を間引くのが目的だと考えられる。メモ、回収されたのはガラス状になった土とアリと骨の塊だった。熱量からすると核反応なのは確実で、プルトニウムなどの持ち込みが不可能なことを考えると核融合だったと考えられる。博士。オブジェクト 546JP、B33。回収日時、2000年、月、日。概要、
円形に配置されていたアリツカが発光し、アリツカの中心からオワリクイが出現。オワリクイはアリツカに襲いかかり、およそ5分にわたって SCP-546-JP-A の個体を捕食し続けた。オワリクイを回収して検視したが、しばらく餌にありつけていなかったこと以外は普通のオワリクイと変わりがなかった。メモ。今回呼び出しされたのがただのアリクイでよかった。これがもっと別のものだったらもっと重大な収容違反が起こっていたかもしれない。本件をもって、収容方法の改定を午後に申し出よう。博士。追記。特別収容プロトコルの改定を承認する。午後。